ああ、これで謎も解けた。あれ？買っておいた食パンが消えて100円玉が3枚。登坂、このために食パンを使ったんだな。てっきり、夜中に腹が減って、もしゃもしゃ食っちまったのかと思ってた。一斤丸ごと。エミヤくん。おしゃべりはそれくらいにして、早く食べましょう。